よお前ら、俺様だ。今日もね、太陽がボーボー持ちますね。はい、今日はね、2018年の3月、何日だっけな、3月3日、ひな祭りの日ですね。ひな祭りっていう名前の次、木ではないですね。はい、で昨日はね、3月2日で、ドラえもんの映画がね、テレビでやってましたね。俺様見るつもりなかったんですけど、テレビつけたらね、やっててね、なんか最後まで見ちゃいましたね。南極勝ち越し大冒険でしたっけ。そう、なんか、氷河期、もうね、氷河期にタイムスリップしてなんかやるって話ですね。そう、久しぶりに俺様ドラえもん見ましたね。カチコチ物語っていうねタイトルを聞くとカチカチマークを思い出しますね。はい、カチカチマーク、俺様はねバーコードのことをカチカチマークって呼んでるんですね。まあそれは関係ないんですけどね。はい、でなんかあの変な象みたいなね化け物のキャラクターがなんかね化け物なんですけどなんかちょっと可愛らしかったですね。はい、であのどんな話だっけ、なんか話の内容ちょっと忘れちゃったんだけど、まあなんかあの氷河期に行って旅して帰ってくるって話でしたね。その中身がちょっと昨日見たんですけど忘れちゃいました。はい、ということでね、今日昨日はねなんかなんとなくテレビつけてたらドラえもんの映画がやってついつい最後まで見ちゃいましたって話でしたね。ただそれだけです。それではさようなら、ボーボー。